さあ、はい、壮観ですね。ちょっとまずいですよね、これね。これちょっとね、ある愛さんという方がお借りした、はい、一式で、うん、いや、これ Q2 だけど違うんだってこれはあれですよ、007です。ここに金色になってて、これがダニエル・クレイグモデル、うん、何それっていう感じなんだけどまあライカってね、ダライラマモデルとかあったりするんだけど、これはダニエル・クレイグなんですね。これどういうことなの、これ。でもこれの映画のメイキングとかを彼が撮ったり、スタッフがこれで撮ってたりしたらしくて、まあコラボレーションをするっていう、まあそもそも企画があったんでしょうけど、でこれが発売されるときに、その007の映画のメイキング写真展っていうのが銀座でやったんですよね。それでこれを使ってるシーンがあったり、実際ダニエル・グレイがこれで撮った写真が出てたりしていて、まあその記念モデル的な。ねえ、これ Q2 やっぱいいな。 Q3 触った？Q3 ね、いや、持ってくるっつったな、うん、でもあのまだ触ってなくて、動画だけ見たんですけど、うん、ローンチの、はいはい、あ、触りました、触りました、この前触ったわ、うんうん、あのやっぱり一番違うの、移送させの F と、うん、あのなんだっけ、後ろがチルトになってる、なんか、ね、うん、どう、あのやっぱりチルトになってる分、後ろちょっと若干分厚くなっているんですけど、うん、はいはい、まあまあ確かに便利だよねって、当たり前のようにチルトになるのと、うん、であと移送さ F が入ったじゃないですか、うん、だからあのお約束の国のように人の、ま、四角かここって、はいはいはい、でバババババッと追っかけていて、で、あ、これは今までのライカとは違うみたいな風になってますよ。でもスチール取る分だったら、え、 Q2 で全然困ることないような気もするんだけどね。うん、楽ですよ。Q2 さ、マグロも使えるし。Q2 結構今こなれた値段でも出てきてるから、ちょっと気になるよね。うん、まあ入り口って言われていつつ、ね、コンデジの上がりであり、ライカの入り口であり、なるほど、で Q を買った人のほとんどが M に行くっていう、そう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 、するものでもあり、それはあのよく出てもらってる石井智彦さんも。最初 Q2 買ってたね、あ、 Q2 いいねとかって言ったら、うん、いつの間にかなんか M11 になってM11 モノクロームになってっていう、えらいことになってますからね。僕も最初勧められたんですよ、ファーストライカーで買う方多いですよって言われて、うん、はいはい、でも触ってるうちに、でも最終的には M 型ですけどねって言われて、え、だったらさって、だからポルシェみたいなもんで、最終的に911に絶対行くみたいな、うん、まあね、あのボクスターみたいなもんですよね。あ、これボクスター、ね、これが11？いや、なんだっけ、あ、これ10モノクロームの、あ、これモノクロームか、ウェッツラーモデル、なんかよくわかんない名前でしたねどう違う、ウェッツラーモデルっていうのは。でも上にその多分刻印が入ってんのと、ペイント、ここ、うん、でこれあれはこのサムレストは後付けで付けるんですよね、うん、この手巻き、あ、これね、ここの巻き上げレバーみたいなサムレストって、はいはいはい、これどこ、え、何これ、これあれです、巻き上げレバーを模したちょこれ初めて見た、これ本当ですかこれ D の人がよく、D は最初からついてたっけな、なんか、うん、あ、D はこれついてたんだ、そうそうそう、要はもう完全にフィルムレプリカみたいな状態になっていて、だからこれただのサムレストなんですけど、もう雰囲気です。そうか、な、今ちょっと変だなと思ったらこれか、そうですそうです、回んないけど、そうです、こうなるわけですね、あ、いいこれは何、普通のやつにつけれんの、のかな、頭ここですよね、うんうん、つきますね、あ、つくって、うん、みんな、皆さん、うん、これを変えてしまうだけだと思う、これをれですけど、うん、こっちへ変えてしまうこともできるんだそうですよ、うん、上に刺さってるだけなんで、いいいい、これ超絶いい渡辺さんに刺さってしまう、刺さるなこれあ、やっぱ俺こうやって持ってた方が、いや、そうですよ、ちょっとなんか安心感があるっていう、うん、そう、だから僕もこれですらなしがもうダメで、あ、はいはいはい、だともうダメで、はいはいはい、取っちゃった瞬間に、いや、これやばい、やばいギミックを見せていただきました。でこのレンズがそれと同時に、はい、そのペイントで出たミルックス、うん、あ、これの、うん、まあ、色合わせみたいなもんですね、うん、中身は現行ズミルックス、あ、1個前のズミルックスになったのか、うん、5時の14、はいはい、つい最近ね、あのちょっとよれるズミルックス、あ、出ましたね、35ミリ、あ、35ミリの、これ35ミリのズミルックスだそうですね、うん、ああ、バランスいいね、確かに、35の 1.4 だから
ものすごい大口径ですよね、よく考えたら。いや、こんなちっちゃいんだよね。そう、それがすごいなと思って、うん、いろんな35ミリっていうのね、他のメーカーで使いましたけど、この4倍ぐらいあるじゃないですか、うん、まあ、性能はいいですけどね。でもこれも性能はね、すごく良かったりするんで。まあ初代のズミルックスの35の14はもう壮絶フレアが出るけどねで出るもんだと思ってたんですよ。35の F1.4 の初代のズミルックスはフレアが出るんだよって言われて、はいはい、確かにそういう写真見てたけど出ないんだよね本当は。あ、そうなんですか。あれね、あの出ない個体がある。あ、当たりがある。組み付けの問題でほんのちょっとでもずれると出るらしいんだけど、なんかね、奇跡的にあったやつだと出ない。そういう伝説の。そうで、それをね、実際にそれを見せてもらったことがあって、もう開放で偏光源入れて撮ってるのに全然引かないの。設計がすごかった。設計はすごいんだって。でもそれを組み立てるやっぱり、ね、ギリギリの精度が足りなくて、たまたま組み上がったやつはすごいっていう。たまたまって、どいつでもそういう。でそれはなんか修理に出してもやっぱりダメで、ああじゃあそのぐらい本当に微妙、本当に微妙なところらしくて、そういう話だったけど、まあ今はこれだったらね、ちゃんと性能出るだろうね。いやいや、すげえ面白いこれ。そう、まずかっこいいですよね。かっこいいね。Q2 もいく。でこれが、これが M10R のブラックペイント。はいはいはい。で、まあ、塗装がツヤっとした塗装になってて、これもね、これも入ってきた P と比べると全然、こっちはツヤ消しのカラーなんですけど、はいはい、ツヤツヤなんですよね。でここのロゴもねちょっと違う。おこっちはなんだっけ、なんて書いてるんだっけな、ウェツラージャーマニーか。ん、あの同じか、文字は。文字一緒。そっか、そっか、なんだっけ、なんか違うモデルがあったね。これが2400万画素で、こっちがいくつだっけ。4000万画素。4000万画素ぐらい。こっちの方がまあ高画素機になるんですね。M10R っていう、だからあれですね、M10P の、M10 の派生がうわーっていっぱい出た中の2つ。なるほど、うん。で、これがモノクロームか。あ、これが、こっちがモノクロームで。レンズも全部モノクロになってるんですよ。うん、黄色いとことかが。あ、なるほど、うん。そういうのでモノクロームモデルってなるわけ。これが M10 派生系ですね。そうですね。P と、ブラック。R ブラックペイント とモノクローム、ウェツラ。なるほど。もう下噛みそうですよね、うん、でこれ珍しいレンズで知ってる人いるかな。タンバールだよねこれね。タンバール、復刻版タンバール、復刻版で出たって全然知らなかったんだけど、これもすごい少なくてあっという間に売り切れたって聞きましたよ。あ、うん、これはもうその作られたのは戦前、タンバールって古いんで、古いでしょうね。で木村伊兵衛がすごい使ってて、女優のポートレートみんなこれで撮ってるんだけど、これにね、ここに今ないけど、レンコン状の、レンコン状ではないんだ、真ん中ミラーが乗着されている、フィルターがあって、中心の解像度を落としちゃうっていう。で、あれがあるとふわーっとするのね。で解放で撮って、その専用フィルターのあのフィルターだけでもなんかね結構高いんだけど、それをつけると、まあ、タンバールっぽいのが出るっていう。75かな、これは。90? あ、これ90だっけ、90のタンバール、なかなか珍しいですね。だからね、これで、まあ、お花を撮られてる方のカメラなんですけど、まあ綺麗ですよ。本当に優しいっていうか。でこの他のレンズとかも、この中間リング、これなんか買いに行ったらこんなの買う人いないって言われたって言ってましたけど、これで要は普通のズミルックスとかが、はいはい、まあ、若干マクロレンズ化するものなんですよね。じゃあこうやってると普通に使えるの？あ、この時点でもう寄ってます。まあ当然ここの厚み分だけ寄ってるわけだ、でもそれが若干倍率、撮影倍率もちょっと上げられて、そうするとお花撮るのにちょうどいいぐらいになる。え、じゃあちょっとその写真今度借りよう。いや、めちゃくちゃ綺麗ですよ。これを使うとどうなるのか気になる。あの、ね、この前このノクチルックスで撮った写真を上げられていて、もうね、あっという間に100いいね超えたっていう。僕が見てもわっっていうぐらい優しいグラデーションでした、ね、なるほど、いやすげえな、もうこれいいな、なんかこれいいなこれまずいですよ、この絵面いいなはい、この絵面です皆さんどうですか、全部上に文字が入ってるモデルがなんだっていうの。あ、そうだね、もう、ね、
旦那さん一緒に銀座行きましょう、なんか楽しそうだね、あのなんだっけな、あそこの銀座の2階に、うん、ね、あれがあるんですよ、認定中古は。あ、そうそうそう、リファービッシュモデルですね、あれ割とちゃんとしてますよ。そうだ、買うならリファービッシュモデル買おうと思ってたのに、なんで買う前提になってるか分かんないけども、いやまあしょうがないんじゃないですかね、ここまでいったら。はい、ということで、はい、特別ライカさん、ね、そうですね、うん、他にもねいろんなモデルありますけど、あ、ちょっとこれ Q2 が仲間外れになってたんで、はい、Q2 もありますと。一応あの僕のこの最近ご自慢のこれも一応あの限定モデルです。限定モデル、はい、これも限定ですね。限定です。限定っていうか特殊モデル。これの SL2 レポーターの Q2 レポーターとかね、はい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 、あれ Q2 いろいろ派生モデル作ったんじゃない、あの白モデルとか見ましたね、もうん、あの時点で、あ、もうそろそろ Q3 出るんだなみたいな、いろいろ M10 がでも一番出たんじゃないかなって。ザガードとかもあったし、ホワイトモデルとか、なんかザガードはいまだにめちゃくちゃ高い、あれ N9 だったか、ザガード M10 は何だろう、ホワイトモデルか、ホワイトモデルとか、いろいろ革を変えて、文字を入れて、いろいろやるとそのたんびに売れるから、そうだ、ダイカってすげえよなって思いますなんかすげえ、まあ、ここで1000万ぐらいありそうな勢いの、あ、もうなんだっけ、これ1本でだって車1台分ぐらいあるから、あ、これがなんだっけ、なんだっけ、ツミクロのファースト、はあ、これはね高いって言ってましたよ。もうこれ世界を変えたレンズですよ、うん、もうライカといえばツミクロンっていう、ツミクロン以前ツミクロン以降っていう言い方があるんだけど、これなぜかというと、これ F2 だからそんなにね、その戦前でも F2 って普通にあるのよ、 1.5 もあるし、実際使ってみたのね、戦前の明るいレンズを使って、まあ、フィルム時代に撮ってみるじゃない、暗いとこ映んない、面白いのがね、その 1.5 のレンズを 1.5 が必要な、日陰であったり、室内であったりで撮ろうとするじゃない、映んない、ズマリットとかって、そう、ズマリットとかもそうだし、プリントしてても全然腰がなくて、でそれを露出の問題じゃなくて、露出いくら開けても今度オーバーになるだけなんです、まあ、いや変な分光感度になってるのかな、もう全然改造しない、ところがズミクロンの時代になってきた時に F2 で暗いとか撮れるんだと、まあ、これはもう画期、多分ね、当時その戦後でね、カメラマンをやってる人たちはこれを使ったら驚愕したと思うよ。だ今ほら暗いところで撮れますみたいな、なってきたじゃん、ですから、その時私すごいびっくりしたじゃない、それと同じことが多分ズミクロンで起きた、でズミルックスも開放で使えるってなって、このズミクロン、ズミクルックスがまあ1950年代中盤くらい出てくると、世の中のレンズの基本というかね、これがもうベースになるって、みんなこれを目指して各社ね、その日本のカメラメーカーはツミクロン超えを考えたわけだからね、この前トップコーンのやっぱ50の2で使いましたけど、本当にこれを追いかけて作ったらしくて、あのレオタックスってあのライカレプリカ専用標準レンズだったんですよね、はいはいはい、うん、まあ、だって例えばコニカのヘキサーっていう90年代にもう一遍出したシリーズの中にスピンアウト版で、まあ、ライカマウントのやつもあるんだけど、それはズミクロの 35mm を完全コピーしたような完コピーなんですね、うん、ものだったよね本当に出方がすごく似てる、まあ、モダンなレンズっていうので、まあ、売ってたわけなぐらい、このズミクロンっていうのは一つの、ね、スタートラインみたいなもんだったわけですよね、レンズの。はこれだからあれですよ、僕のと今合わせると1500、はあ、そうっすか、なんかお帰りに気をつけてっていう後ろからなんか襲われないようにっていうもんですね。僕は大したことないんですけど、なるほど、お帰りしてるやつがね、お帰りしてるやつがね、本当にやばいやつですね、やばいですね、はい、いいな、ライカ楽しそうでな、はい、ということで、はい、今日はもう一つのライカの話として、はい、特別モデル、あんまり普段の生活には関係ないんですけども、こんなこともあるよっていうのがライカの面白さですね、ですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
笑うな、いいな、これやばいですよね、いいな、この絵面はちょっと写真撮っとこうかな、うん、映えるかな、いやーっていうかアンバシャップスとあの渡辺さんに襲われちゃうんです、そうよね、ま、ずいや俺のとこにはないもん、多分 2B でなんか 2B にはこれがあるって思われても困るんだけどないからね、なんかいや2はこれは一つも存在しておりません